ミシン糸の編みぐるみの紹介、熊の実。はいどうも、編みぐるみストの角田です。ってことでですね、今回はミシン糸の編みぐるみの紹介、熊の実。はい、ってことでですね、熊の実ですね、こちらになります。はい、熊の実、あれですよね、熊の実はにも、アニメ映画のあのニモがクマの実でしたっけ、確か。まあ、こんな感じですね。まあ特にですね、難しいところというかですね、まあ一個一個このヒレ的なものとかはですね、若干なんていうのかな、厄介というか、編み段数が少ないものを編むときって結構その形をになるのは結構難しかったりするんですよね。なので若干ここら辺のヒレあたりがですね、若干厄介な感じだと思うんですけど、この魚系を編むときですね。あと魚系を編むときは、その例えばヒレとかを先に編んじゃってから尾びれとかですね、だからイルカとかクジラとかもそうなんですけど、先に尾びれを編んでから体の大きさを決めた方がですね、うまくいったりしますね。小さいと、そのちゃんとした尾びれとかがちゃんとした形、なんか三角形とかですね、三角形っていうか、なんだろうな、このヒレっぽくする形になるのにある程度段数が必要だったりするんですよね。なので先に体をちっちゃくやっちゃうと、すごいなんか雑な尾びれとかになっちゃったりとかするので、もしその魚系を編む場合はですね、このミシン糸でですね、魚系を編むときはそのヒレ的なものをですね、先に編んでから体の大きさを、だからすごい小さく編みたいとか、そういう方はですね、先にそのヒレを編んでから体を編んだ方がですね、綺麗な形になったりしますね。で、特にその何て言うのかな、別に雑な感じでいいとか、まあ、雑な感じでっていうのもどうかと思うんですけども、あんまりそのクオリティは気にしないで、とりあえず小さく編みたいっていう方は全然もう体から編んでもらってもいいと思うんですけども、まあ、とりあえずはですね、ヒレ的なものから編んだ方がですね、綺麗な形にはなりますね。うん。まあ、あとは特に難しいところは、まあ、しましまのところはですね、特に単純に糸の色替えをしてるだけなので。まあ、あとはですね、強いて言えばこの縦長に、まあこういうのは普通に何も考えないとこんな感じになりますよね。なのでこれを縦長にやるのがちょっとというか、若干コツがいるというか、編み方でこんな感じで、普通に何も考えないとこういう感じになりますよね。丸っこい感じで、編み方によってこうやって縦長というか、こういう縦長っていうのも言い方変だな、楕円形というか、こういう細い感じの編みぐるみも編むことができます。はい、で大きさですね、まあ、せっかくなので大きさですけども、どうしようかな、長さ全長っていいのかな、魚の場合は、まあ11、2ミリといった感じですかね、こんな感じ。うん。で重さですけども、 0.076g、 まあこんな感じですね。はい、ってことでですね、今回はこの熊の実をですね、ご紹介させていただきました。はい、ってことで今回も最後までご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。ではでは。